さてこれはパソコンに、おおおい、何そのメイドインチャイナみたいな。怖えよ、パソコンをそんなバッテリーで充電ってマジで怖いね。いきなり火吹き出してもおかしくないですよ。こういう風に改造してね、多分使えるんでしょうけど、もう焦るよね。大丈夫かな、大丈夫かなみたいなね。やめてくださいそういうの。これおい、これ温泉の外について椅子やんけ。何これ、いつでもサウナの外気浴できますよみたいな。このプラスチックのやつ、温泉とかにありますよね、サウナ上がった後の休む場所みたいな。何、お手製車椅子ということなんでしょうか。整いそうですねこれ、相手に運んでもらいながら。めちゃくちゃいいですよ。さてこれは何がおかしい、ランプを上に取り付けるでね、使ってる時にピューって落ちてきてバーン、宿題全燃え、消えるぞランプで燃えて。いいかもね。すいません先生、宿題やってたら上からランプ落ちてきて宿題燃えちゃいましたみたいな。なので今回だけ許してくださいっていうのを100回ぐらいやりましょう。いいですね。上につけたいランプがない時はこういう風に吊るしましょう。なにこれ、水道というかキッチン、これシャワーヘッドやんけ。もうばらまきますよね、ばらまく前提ですよ。全然一点集中しないでその水をばらまくという、わけわかんないですね。まあ、逆に全体的に広がるからお皿とか洗いやすそうですけれども、シャワーヘッドつけるのはよく考えましたね。あ、ヘルメットかぶってんで、なんか切って、あ、玉ねぎ怖いねおじいちゃん、わかるよその気持ち。玉ねぎ切るとね、もう目が痛くなって涙出てくるんですけれども、それは過剰すぎねえか、もう絶対に涙出さねえからみたいな。男は泣かねえしっていうプライドをそうやってヘルメットでカバーする、もう負けを認めてるようなもんですね。ダメですよそういうの。お、あ、なにこれ、ペダルですね。これは車のペダルだと思いますが、何このボタン、何このブレーキは、ボタンを押して調節してくださいみたいな、そういうこと、怖いね。ボタンの押し加減で変わるんですか。だいたいこういうのはポチッと押したらブレーキ作動しちゃいますよね。そんなのをボタンでやるっていうのは恐怖でしかないですよ。しかも何このブレーキ、ポキっていきそうだね。アルミニウムな感じでさ、まだアクセルは許せますが、このブレーキとクラッチに関してはすぐ折れそうなんで怖いですよ。ん？これはボートで、あ、漕ぎながらソーラーパネルで、あーはー、めっちゃ納得。いいねこれ、これ無限に進めそうだね。ってことは寝たら無限にどっか行きそうだね。まあ無限に走ってるんだったらいつかは島に着くと思いますが、こんなので寝たらどこ行くか分かりませんよ、怖いですね。は？ね、これモニターの後ろになんかめっちゃ機械なものを積んでますが、これノートパソコンの中身ですね。なんでこうなってんの、意味わかんないね。あれかな、デスクトップ PC みたいになんかかっこよくしたいからといってモニターの後ろにノーパソつけて、それをキーボードとか接続してモニターもつければもうデスクトップじゃんみたいな感じで設置した結果こうなりましたね。これなんで剥がす必要あったんでしょうか、排熱関係なのかちょっとわかりませんが、ここまで剥がす意味はわかりませんね、不思議ですよ。そしてこれメガネなんですけれど、メガネになんかついて、え、何についてんの、鉛筆かい、一瞬わかんなかったわ。あのね、Wi-Fi のあの装置の、この棒、これがついてんのかと思いきや、先の方を見たら鉛筆でしたよ。すごいね。しかも2本折れるっていう、どういう状況なんでしょうか。そんなことありませんよ。さてこれ、あ、もうここまで行ったら褒めていい。お金あげるくらいだよ。これはね、思いつきで作れるもんじゃねえぞ。普通にあなた、建築家ですかレベルの出来具合なんでね。これお金がなかったというか、このデザインにしたかったんじゃないでしょうか。これすごいわ。あ、なにこれ、車をめちゃくちゃ伸ばして、あ、誰の席これ、マジで気になんだけど、一人しか乗れねえじゃん。もう天皇レベル、天皇レベルの人がこんなピンクいのに乗って参上、治安悪いなそこの国。この改造車もやばいですね、バランス取れんのか不思議ですよ。はい、これ意味わかりますかね。なんとマウスがあるけれども、なんでマウスがあるんでしょうか。これ上の方を見てみるとわかるんですけれども、ここ実はトイレで上の方に水が溜まってて、ここの紐を引くと水が流れるんですね。なんでマウスつけた、これ引っ張りやすそうだけど別にいらないよねそこね。マウスがちょうどよかったんでしょうね、ダブルクリックとか言いながら引くんでしょうか。そうすると水が流れる、意味わかんないですね。なんでマウスにしたのかわかりませんよ。おっと、これは
MacBook の上にシーツを置いて、あ、ここ映画館か。頭いいね、これね。でっかい画面を買うのはちょっときついっていう人のためにノーパソ持ってきて、でその上にシーツをかぶせると映画館の出来上がりですよ。これやったことありますね。ああ、小さい時とかやるんじゃないですか、こういうの。おしゃれですよ。さてこれ、ああもう一発見たらわかるよ。頭いいのか悪いのかちょっとわかんないね。危ないかもしんないね。もう超暑いっていう時、扇風機全然勢い弱いんだけどっていう時、もう扇風機をつけてしまおうということでガムテープで貼り付けた画像ですね。これは行き過ぎなんだよ。どんだけ暑かったんでしょうね。もう暑くて暑くてしょうがないっていう時はこういう風に皆さんも扇風機を耳の元につけてください。ああもうこれすごい応急処置、マジで家まで帰れればいいみたいな、そういう応急処置ですよ。この車のね、後ろの方が取れちゃったんですけれども、どうしようもねえっていう時に、この金色のやつで応急処置をするという、怖いですね。落ちてきそうですよ。何これ、あ、警察官みたいな風なマネキンですね。でもこれいいかもね。多分遠くから見たら、うわ、やべ、警察だ、速度落とさなきゃみたいな風にね、思えるんで、まあ、これ許しますね。むしろこいつに時給800円。あげたいぐらいですね。時給制でいいですよ、こいつ。これは何が起か、あー。乾電池が足りないとき、このアルミホイルでなんか補強するやつね。多分これね、もう少しでかい乾電池を使うところ、それがなかったので、アルミホイルでかさ増しして繋げたんですけれども、怖いよね。私も実際にこれやってね、プシューつって、なんか臭い匂い出てきたんで、皆さん気をつけてくださいね、これ本当に。マジでこれ、あれ、臭いな。あれ、あ、やべ、それやってたの忘れてた。あとこれは車のガソリンを入れる部分が、おっと、ね、これ誰でも外せんじゃん。怖くね、マジで。外からこの銀色の部分を上に上げるとガソリン入れられるんですよ。怖いよ、誰でも入れられちゃうの。なんかいたずらされそうだよね。ちょっとね、なんでこんな銀色のやつをつけたのかわかりませんね。壊れたんでしょうか。さてこれはなんかスイッチに、あー、めんどくさいやつ？めんどくさい人はこうやって、イッターをつけて、両方一気に消すみたいな。それ別に人差し指と中指でいいじゃねえかよ。なんでこれ、板にする必要あるんでしょうね。見栄えを取るか、便利さを取るかということでね。ちょっとこのスイッチについては何のスイッチかわかりませんが、こういうチートも面白いですね。これ、頭いい。いいね。スプーンでドアストッパー代わりにする。絶対これふにゃふにゃになるじゃん。2回ぐらい止め直したら折れそうですよね。ふにゃふにゃになってね。でも応急処置的にはいいんで、スプーンが1本無駄になりますが、作ってみてもいいんじゃないでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。See you!